今回はこちら、水冷の Z900RS イエローボールエディションというタイプですね。はい、こちらの納車整備をやらせていただきました。はい、あ、まあ、ブレーキフルード変えました。やっぱりね、結構透明なんじゃないなと思ったけど、変えたら全然色違いますね。はい、もっとね茶色っぽいですからね。はい、やっぱりね、変えております。あと後ろもね、はい、もちろん変えているということです。で、あとブレーキはちょっと一回外しましてクリーニングしてね、まあ、パッドは面取りして、あとグリスちょっと塗って付けてあります。あとホイールのオイルシールとかね、その辺にもベルハンマーのシリコングリスですか。その辺を塗って塗布してあります。はい。後ろもそうですね。同じです。はい。みたいな内容でやっております。はい。ということでですね、あとエンジンオイル、オイルフィルターの交換をしております。はい。3.8 リッター入るんですね。はい。なかなかはい。大型バイクはオイルをいっぱい使うんで、ね。いいじゃないですか。はい。メーター周りもね。はい。もう最近はね、デジタルとかいっぱいよく使うんですけど、やっぱアナログのね、二眼メーター。これネギットらしくていいですね。まあもちろんで真ん中にね、デジタルの表示部があると。まあいうような、なってますよ。ね、最近のバイク、240キロまでね、メーターありますけどね。はい。何キロが出るんですかね、これね。ね、水冷の、950cc ぐらいですかね、のエンジンになります。ただね、やっぱりネーミングは900ということで。はい。で、イエローボールエディションはですね、まあ、このね、まあ、カラーリング。そして、特徴なのはですね、こちらですね。この、エンブレム。これが、通常は Z900RS って入ってるところが、この昔のね、はい、Z、空冷の Z をイメージなんですか、ダブルオーバーヘッドカムシャフトっていうね、はい、このエンブレムが、専用エンブレムね、ついてます。はい。で、ここにね、ステッカーで DOHC なんでね、入ってますけど、これもまたね、はい。最近はもう DOHC だとか、あれなんだっていうのをね、もう表示しなくなっちゃいましたけどね、まあ当たり前みたいになってるんで、でもこういうところがね、まあちょっとステッカーなんですけどね、これで型に入れてね、やってあったら、おーっていうね、感動しちゃいますけど。はい。でもそういうのもなんか、あ、でもビートとかね、いろんなのはまあ、あるかもしれないですけどね。はい。チェーンをね、これ純正だと思うんですけど、EK のね、これ、スリードっていうね、面取りしてあるタイプのね、そんなのが取り付けられておりますよ。ちょっとね、特徴的ですね。はい。まあその他、まあそこのサイド、ここね、アルミなの。はい。高級感ありますよ。ね。はい。シート。そして、このね、グラブバーがあって、で、テールがやっぱりこういうね、はい。Z ですよね。やっぱりね。はい。まあ、ゼファーとかもね、まあ、こういう感じ。あ、でも、考えたらタンクとかね、なんかちょっとゼファーみたいなね、雰囲気もあるかなと思うんですけど、はい。まあ、川崎のね、はい、伝統的なデザインということでいいのかな。はい。ね。最初出た時はね、どうなんだと思いましたけど、ね。もう今でも大人気。ということで、はい。最近はさすがにね、作れるようになってきたみたいなんで、はい、バックオーダーがね、そんなにないみたいですけどね。はい。うん。まあ、今をもって、はい、多くのファンを心を掴んで離さない。そんな Z900RS。はい。ということで、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ね。ホイールはね、なんかちょっとスポークチックなね、イメージ、やっぱあるんじゃないですか。ね。うん、前後17インチですよね。一般的なね、サイズで。はい。なんですけど、ね、デザイン的にはやっぱりまとまり。で、ほら、昔のって18インチとか19インチとかね、そういう大きいホイール使ってたんで、はい。まあ、そういうのに比べると、ホイールサイズがちょっと小さくなるんで、イメージがね、ちょっと変わるんですけど、やっぱりバランスいい、うん、そんな気がしますね。はい。キャリパーなんかね、川崎なんて入ってますけど、トキコなのね、前はね。で、後ろは日清みたいですね。はい。で、まあ、ラジアルマウントのね、はい、キャリパーを採用です。ダブルでね、はい、ストッピング、ね、パワー十分。はい。そして、日清ね、はい。もちろん前後 ABS、川崎トラクションコントロールシステム、まあそういったものもついてるという、ね。はい。キャリパーはトヒコなんですけど、マスターは日清ね。マスター日清のラジアルタイプを採用ということで。はい。で、こっち側は、一般的なね、まあケーブル、ワイヤー式のクラッチですけど、川崎らしいね。はい。調整ついてるね。こういうタイプですね。はい。ミラーは丸型ですよね。当然ね。なのかもしれない。はい。まあそんなね。うん。まあ堂々たる、なんかね、こう、ちょっと、開いてるね。はい。ハンドルで。で、テーパーハンドルなんですよね。これね。ね。うん。堂々としたポジションで乗るっていう感じがいたします。はい。まあこの辺ね、日本語でね、バリバリっとね、コーションプレートが貼ってありますけど、はい、ね。廃屋なんですね。廃屋です。はい。これ20年後、30年後にはこの
ね、ステッカーが貼ってあるっていうのが、おぉ、オリジナルのものだってね、これになるのかもしれない。かもしれない。どうなんでしょうか。はい。まあ、ツインカムエンジン、まあ、水冷のね、新しいタイプですけど、まあ、フィン、やっぱりね、まあ、そうですね。はい。イメージとしてね、やっぱりフィンあった方がいいのかな。やっぱりコンパクトですよね、ヘッドがね。このね、ちっちゃい。はい、最近のエンジンでございます。はい。で、このエンジン、ね、950cc なんですかね。そのうち、まあ、Z。その次はやっぱりあれですか。GPZ。ね、GPZ950R みたいなネーミングで出るのかな。わかんないですけど、そういうのが、まあ、待たれているというようなね、感じになります。まあ、出れば大人気ということになるのかなと思いますけどね。はい。ヘッドライトはさすがにね、LED。まあ、トガル全部 LED なんですよね。ね、あんまり明るくないっぽいですね、これね。うん、思ったほど明るくない。なんで、車検も結構ギリギリチックなね、なんかことを聞いたことありますけど、どうなんでしょうか。ね。あ、あとですね、エンブレムね、このここのエンブレムもあるんですけど、ここもそうですね、ここも大文字でね、全部川崎って書いてる、当時の感じのエンブレムになっているということですね。はい。まあ、その辺が特徴でしょうかね。はい。で、なんといってもね、こういったあの、ネオレトロみたいなバイクを作ったと作るときに、まあ、やってしまうのは日本サスにしたりね、するんだけど、川崎はそういうことしないで、モノサスでね、出してきたっていうね、ここに入ってますけど、ここにね、はい。これがすごいですね。で、まあ、それがまたどうなんだなんていう話もあったんですけど、やっぱりね、受け入れられたっていうね。うん。そう。ただ古いのが欲しいわけじゃないんだっていうかね、そういうことなのかもしれない。うん。すごいですね。このあたりはね。はい。あとね、このマフラーがストレート排気なの。これが面白いですね。純正でストレート排気のマフラー。ここに箱があるんで、ここの中でもう全て完結してるんだろうなっていう、このね、うん、と思うんですけど、うん、ね。で、後ろこう、ストレート排気。だから、車外の入れても、車外のストレート排気のやつを入れても、何の問題もないっていうね。まあ、スリッポンであれば。はい。フル液だったら、まあ、ちょっとね、話は別でしょう。ステンレスでずっと、ね、前から、で、ここまでみたいですね。繋がっちゃってますもんね。で、触媒が入ってて、それでおそらく、この辺で隔壁になってて、こう、回してるのかなと思うんですけど、違いますかね。出ないとね、ストレートだとこう、後ろでね、パンパンパンっていうね、あの、アクセルオフとかで、出たりしますけど、はい、まあ、そういうのはないということだと思いますけど。はい。ということでですね、はい、安い時に、ちょっと安い時があったんですよね。はい。で、その時に、お、それなら買おうと思って、一台ね、ちょっとこれを、購入して、はい。そしたら高くなってきたから、あ、そろそろと思ったんですけど、縁がありましてね、はい。新しいオーナーが決まって、まあ、その方がいいですよ、やっぱりね。うん、まあ、このまままたね、右からまた左で、ね、右から左って言わないですね。右から持ってきて、また右に持っていくみたいなね。うん、それはちょっと寂しいですからね。ちょっと乗っていただけるのが一番いいですよね。ということでですね、はい、Z900R です。明日、ご納車、ね、明日ご納車です。はい、午前中に行きますってね、ちょうど天気もね、はい、雨も、ね、この梅雨の中休みみたいな感じで、はい、ちょうどいいんじゃないかと思いますよ。はい、はい、Z900R です。鍵がないね。鍵がついてないじゃないか。ね、ね、この素晴らしいサウンドをですね、ちょっと聞いていただきたかったんだけど、残念みたいなね、次あるかどうかわかりませんが、もしね、またね、価格が下がるようなことがありましたらね、うん、ちょっと Z もと思ったりもいたします。はい。Z900RS のイエローボールエディション、明日、この車、この車両でございました。